第二の宮、金融宮を守るのは、セイントの中で並ぶべきもののない豪を誇る、タウラスのゴールドセイント、アルデバランだった。アルデバランの前には、流星剣が効かないばかりか、騎士竜たちも倒されてしまう。実力の違いを見せつけるかのように、悠然と腕を組んだままのアルデバランは、ただ一人残る聖夜にとどめを刺すべく、必殺技を放つのであった。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座、タウラスのアルデバランがな。この金牛宮を守護するアルデバラン、さっきさえ感じなかったのに、この強健な様は何だ。さっきのぞ出さなくてもお前を倒せるの。これだけか。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。このままでも十分お前を倒せる。なんだと。なんて強さなんだ。全身の骨がバラバラに砕けてしまったようだ。ペガサスよ、これでも食らえ。まだまだ。言ったはずだ、この金牛宮は倒産と。どうなっているんだ。奴は構えてもいないっていうのに、なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野球だ。うぬぼれるな。ブロンズセイントごときに構えなど必要もあるまい。さあとどめだせいや、もう一度くらえ、グレートホーン。うわあ。ゴールドセイントとの力の差がここまでかけ離れていると、せめて一死でも報いたい。でもどうやれば。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後、その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。剣を抜かせる。さて、ついでにあのブロンズセイントどものとどめでも刺すとするか。な、なんだこのコスモは。せいや、お前まだ。グレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというの。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。せいや、奴が腕を組んでるのが見えるかい。アルデバランが腕を組んでいる間は防御力が上昇する。だっていくら攻撃しても無駄打ちに終わるの。大刀戦。アルデバランの剣が鞘に収まる瞬間に攻撃するんだよ。でもどうやって。セブンセンシズよ。セブンセンシズ。セブンセンシズに目覚めるためにはセブンセンシズボタンを。流星剣。ムーの教えてくれた究極のコスモ、セブンセンシズ。見える、ゴールドセイントの動きがはっきりと見える。
セブンセンシスボタンを押してアルデバランの動きを見極め、ヤツの剣が鞘に収まる前に俺の剣を打ち込むんだ。見事だよ、セイヤ。コスモバーストもうまく使いこなせば、ゴールドセイントに立ち向かえる。セブンセイントのヤツに近づいて、コスモバーストボタンを押して、コスモバースト状態になる。お前の体内にある全てのコスモが一点に集中するはずだ。その時、お前の流星剣を叩き込んでみな。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。で、コスモバースト中に必殺技を放ってみな。あるか。ペガサス流星剣。何、流星が変化した。まさか、まさかこれはビッグボン。ビッグバンを起こすとは。まさか聖夜はコスモの究極セブンセンシスに目覚め始めたというのか。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な、俺のこの黄金の角をへし折るな。もしそんな奇跡的なことができたら、俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。せい、私がお前に教えてあげられることはもうほとんどない。でもお前は本当のセブンセンシスをまだ知らない。ヤツの攻撃を受ける瞬間にガードボタンを押してみた。グレートホーンこの身の実力などたかが知れてるな。これだけか。あった、こっちだぜ。高速の動きを待った。ゴールドセイントの攻撃を避けるな。まだまだ、もうお前のグレートホーンは通じないのさ。セイヤも高速の動きを身につけ始めたというのか。まだまだ、セイヤ、たかが俺の構えを解かせたぐらいでいい気になんなよ。焦っているのかい、アルデバラン。これだけか。グレートホーン、グレートホーン。よし、セブンセンシスまで戦いで体得したというのか。グレートホーン、まだまだ、グレートホーン。勝機が見えてきたぜアルデバラン。今こそ燃え上がれ。俺のコスモよ。のんびりしてるわけにはいかないんだ。ロンズのくせに生意気な。お前に俺の、このまま失効まで。まだ懲りぬと見える。グレートホーン、グレートホーン。
死する。大きくてだけか。傷つき倒されながらも成長しているという。この魂もしこのまま成長すればゴールドセイント12人の城こっちだぜ。セイントになるかもしれない。グレートホーン、グレートホーン。レートホーンを弾き返すと、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだ、アルデバラン。約束通り、何スノンもらった。どうだ、アルデバラン。約束通り、黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだ、せいよ。俺が構える余裕さえ奪い、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいい、せいよ。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。you